リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。どうも。とそしてうららちゃんです。はい、今日はですね、あ、うららちゃん入ってていいよ。今ゴールデンウィークね、あとお家に帰ってきまして、ちょいちょいねコメントいただいておりました。まあ、今回はうららちゃんだけ連れて帰ったんですけれども、うららちゃんの使っているケージ、折りたたみ式のやつどんなやつっていうので、いろいろ聞かれてたので、そちらのねご紹介をしていこうかなと思います。ちょっとね、ハロくんとかお預けしに行って、でハロとギョロちゃんとハルくんと3匹預けたんだけど、うららちゃんはねちょっと預けに連れて行ったら、そのお家で結構ジゴジゴ威嚇してしまってですね、ちょっとダメだったみたいで、うららちゃんだけ私が連れて行っておりました。なので今うららちゃんのケージをね組み立てていこうかと思います。で今うららちゃんとハルくんはね別のケージで生活してもらってます。理由はですね、ハルくんが思春期みたいのが来てしまって、それでねちょっと攻撃的だったので、うららにね攻撃しちゃうのよ、うららにね。なのでハルくんはハルくん一人、うららちゃんはうららちゃん一人で、ハルくんねで、ハロとギョロちゃんね、ハロとギョロちゃんはペアなので今一緒にいてっていう感じの3箇所で飼育しております。でハルくんは鳥かごで今生活してて、もともと使ってた鳥かごをそのまま使ってもらってて、ギョロちゃんとハロは作ったケージを使用してもらって、でうららちゃんは普段から折りたたみのケージを使ってもらってます。でその折りたたみのケージをね今から見ていこうかなと思います。ちょっと今帰ってきて洗濯物とか回しながらなんで、ちょっと音うるさいかもしれないですけど、これがうららちゃんのケージの一式が入ってます。中開けていくと、ケージに使ってるまずおもちゃが出てきたね。はい、ブランコのおもちゃ、これ100均で買ったやつ。こうやってちょっとねじれちゃってるけど、あ、こういうブランコのおもちゃと、モモケンに私入ってるんですけど、モモケンのご友人からいただいた、お気に入りのハモ、これお気に入って使ってます。初音ミクらしいの、かわいいのよね。ほらミクちゃん、音符とかネギもどっかにあったはず、あったネギとかねの、いや、しかもねリバーシブルで使えるからね、洗ってリバーシブルして使ったりとかいろいろできると。何入ってるかな、拭いて拭くやつ、これはケージに入れないと、ちょっともうフン、もうちょっとつきまくっちゃってるけど、止まり木ね2本、こうとこうかな、はい、2本、木が2本、そして、横につけているはしご、ここ取れちゃってるな、こうしてこうして、よいしょ、こうしてね、はしごに餌を入れている、メタルのラック、こうして、あとおもちゃ、あとおもちゃで、問題はこいつでしょう、ほい、これが扉の部分、正面のね。でこれがその大きいケージの部分、あとここに遊び用のおもちゃの猫じゃらしが挟まってますね、挟まってます。であと床って感じになってます。じゃ早速ね組み立てていくんだけど、ここで組み立つかな、どうかな、よいしょ、ちょっとね布団の上なんだけどね、まあ、組み立てるだけなんでいけるでしょう。猫じゃらしで、これがね実は、よいしょ、裏の結束バンドも外して、うららちゃんも中だびでお疲れでしょうから、早くこのケージに戻してあげましょう。でこんな感じでになってるんだよね。はい、
こういう感じで、今サイコロを広げたような感じ でこれが床になって壁になってみたいな感じで、でこれが対面のボードになるんだけど、これ全部ね100均、これ100円が1、2、3、4つね。で背面のボードが 1.5 で、ここのボードの前につけてる網で6で、このパーツ、これそのこういうメタルのねやつをくっつけるようなやつで、これはね何個入りだったか忘れたけど、これ100円でいっぱいついてくる。でプラスここにこの背面のこのボードはね、このラックの部分はここ四つ角を結束バンドの、あの外せる結束バンドね、外せる結束バンドで止まっていて、6、7プラスあの上のやつで8で、おもちゃ類が私ちょっと多いからあれだけど2000円ぐらいで作ることができます。でくっつけ方が超簡単、ここの部分外します、ここ持ってきます、入れます、そしてここをこの上から入れる。でこっちもここを中に入れて、この留め具を上からつけます。するとねもうこの時点で床完成で、ここの床にツルツルだと歩きにくいし、糞がねついた時にまあ洗えるんだけど、その上に床としてこれを置いてます。これも100均のなんか棚、なんかこのダイソーで買った、これ何の棚だかよくわかんないけど、なんか良さそうなのがあったんで、これをこうやってクリップで留めてます。こんな感じね。でするとねここにうんちが入っても、うんちがこの下にこぼれてくれるんで、洗う時はここを取って、まあ丸洗いできるんだけど、丸洗いする時に持ってって取って、ここジャーって洗って、でこれも軽くジャーって洗って終わり。まあ、ツルツルだと歩きにくそうだなというのもあってね、これを入れてます。そして上の部分もさっきと同じ、これをねここではめて、こっちも同様、ここをはめて終わり。これでもう4面のボードは完成。この辺からはね全然逃げれないんで大丈夫です。あとは100均で買ったこういうのね、適所に、これはねここに私がつけてるんだけど、ここにはめて、もう一個上かな、もう一個上の方が月がいいというか、あの場所としていいかな。よいしょ。カメラで映しながらって難しいもんだね。あと突発的にやってるからね、ここでやってるからやりにくいんだろうね。でこれもこれはねちょっとドリルとかでいうかドライバーかな、で穴開けてるけど、ここに穴が開いてるんで、ここにズボッと、そして入れて、これをくるくるくると、完成。そしてブランコ、トランプはこうかな、逆か、まあ、つけてみて回しゃいんだ、ここにポンと、はい、ブランコ。そしてはしごはね、ここの横にあの登る箇所がないんで、少しでも登れる場所を作っといてあげようかなというので作った。
た作ったというか買ったおもちゃ、これはこの上とこっちの上と通して、でここでカチッとでするとここにはしごができます。そうして他のおもちゃもそうなんだけど、物取らないとね。じゃあこの辺をつけていこうか。はい、で餌入れはここで、ここにお水入れと餌入れで、餌入れておくか、すぐ戻すし、お水も入れておきましょう。ああ、水これもなくなってきてるな、水差し。後で入れなきゃ。ジュボ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 ってめっちゃ言う。よいしょ。まあ水も入れて。入れて、で、ミルク入れを入れる前に上のおもちゃを入れてあげよう。これね、ぶら下がって遊んでるおもちゃ、たまに遊んでます。あ、私じゃないよ、うららちゃんね。これこっちじゃない、ここにフックと、でこれを奥のこっち側にフックでよいしょかけてやって、ちょっとここ登って遊びます。でこれと対角線の形でなんかやりたいんだけど、網が、網じゃない、チェーンが引っかかっておりますね。よいしょ、このチェーンね、このチェーンもね、綱渡りみたいにしてよく遊んでおります。チェーンもでもね、なんか知恵の輪みたいにこう丸まっちゃって、あ、取れた。取れたね。このチェーンをこっち側を奥で、こっち側をこの手前、それでこういう感じでチェーンがかかります。ここもチェーンで遊んでます。でここもね、で上登って遊んでる。そして、寝床ハンモックね、ハンモックはこの辺、この辺ね、下でなんかコソコソ遊んだりするんで、そこは遊ばせる場所。そしてこれを上と、そしてこっち側で下とつけてやって、あれ、洗濯バサミみたいな、これが1個どっかに行きました。忘れてきたかな。まあ家にもあるからいいんだけどさ、これをね、あとはこの上と下とつけてやるって感じね。そう、こんな感じで終わり。ごめん、終わりじゃない、ミルク入れ、あの可愛い写真撮るときにも使ってたんですけど、このゴンドラみたいなやつ、これをね、このよいしょ、こいつつける後が良かったね、前が良かったね。ここの網の、網じゃない、このこれね、木の隙間に入れて、ミルクも入れといてやるか。はい、ミルク、ああちょっとこぼれた、これを入れてやって完成です。で下はね、
あのそっちの方に移動させようか。ちょっとじゃあ移動させるよこれ。少々お待ちを。スッスッいつものあるところへ移動でございます。移動でございます。そう、こんな感じなんですよ。なんとなくは雰囲気伝わりましたかね。あの思いっきりねカメラの前に体を表すという、こう下準備の悪さたるやっていう状況なんですよ。はい、そしてはい、これでいつもの場所に戻ったね。はい、こんな感じ。そのカメラの三脚がね折り切ってないんで、三脚をこうしてこうして、ほっ、カットしてね動画を作っていけば全然それでいいんだろうけど、なんかありのままをねお見せしたい気持ちがね強くてですね、あのそうなると基本的にカットしたかねえなってなるよね。はい、で最近ね下にコロコロを置いて遊んでもらってます。カミカミするのが好きなんで、こういう綿をねその辺とかに、よいしょ、1個は中入れときやしょう。はい、これでいつも通りの状況になりました。では早速いつも通りになったんでうららちゃんを入れましょう。うらら長旅お疲れ様でした。よいしょ、どうぞ。早速遊ぶ？遊びなの？それともこっちなの？はい、マシュマロどうぞ。最近ね、マシュマロこうやって手から食べてくれます。美味しいですか？こっち見て、できたよ。はい、うららちゃんはこんな感じ。結構ね、狭そうに見えるけど、大きいケージでございます。あ、もう中入って食べたい？中入る？中入って食べてもいいよ。中入って食べたいと思ったら捨ててったよ。はい、どうぞ。あ、取った。はい、こんな感じのケージでございます。最近ね中で遊ぶのにあともう一個木のヘラ、このガチガチして遊んでます。これをねなんかこの辺に立てかけとく。勝手に取ってガチ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 。あと、この間ね、その、まあ、釧路方面の方に旅行で行ってたんだけど、道の駅にガチャガチャがあって、そのガチャガチャのカプセル、これ、にマシュマロを入れておいとくと、頑張ってこれね、ポコッと開けて、取ろうと頑張ってました。まだ取れた試しはないです。でも多分これ何回か続けていくうちに、自分でこれ開けて、取って食べると思います。たまに遊ばせようかなと思います。はい、まあ、こんな感じのケージでございますね。長旅でお疲れ様でした。本当にもう一緒にね、30日出て今5日に帰ってきてるんで、その期間一緒にいて、まあ、ちょっと狭いポーチの中にいてもらったりとか、あとはちゃんとケージに戻してあげたりとかっていう形で生活を共にしておりました。これなんかこっちよりこっちの方がなんか高さ的に良さそうだな。うん、こっちの方が高さ良さそうだな。こっちにしといてみるか試しに。うん、こっちにしといてみるか。まあこうやって試行錯誤しながら使っております。あとはもう寝てるときはこうして、ここをこういうね洗濯バサミみたいなのでじっと止めておきすると逃げません。あの腹ももの力では取れないです、これちょっと強めなんで。
はい、こんな感じの簡易ケージでございます。トータルですね、多分2000円ちょっと、まあ言ってでも3000円ぐらいかな。細かいところがこうおもちゃが100円200円300円400円500円600円700円みたいになってるから、あと餌入れがあそこにある1個だけ、福桃のモモンガンのなんか専用の餌入れがちょっと高いって言っても400円と500円とかだったかな。でここの食器も100均で買ったやつだから、この子の部屋は100均で大体取り揃ってます。100均じゃないところで買ったのはこの紐をちょっと100均じゃないところで買ったぐらいかな。これはなんか服屋さん、裁縫とか裁縫道具とか取り扱ってるところで買いましたね。ここのやつもって言ってもそれもそんな高くなかったんで、ほんとこのケージは数百円のものをパン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 と買ってできたケージになります。でしかも折りたたみがさっきみたいにできるっていう状態ですね。はい、もしよかったら買ってみてください。買ってみてというか作るの試してみてください。ちなみに基本的には全部ダイソーで買ってます。まあ、ダイソーじゃなくても売ってたりするんじゃないかなとは思います。はい、ということで今日はこちらのケージ、簡易ケージのご紹介でございました。ということで以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。